ちょっと見切れてますけどねあまり気にしないでください、えー、交流戦の大会試合3試合とですね、えー、リーグ再開しましたのでその6試合、えー、18日金曜日まとめてお送りさせていただきます、えー、広島はねちょっと感染者がちょっと出過ぎてしまってねちょっとあのチーム状況がね、えー、なかなか悪い状況の中あのー まあ、あの一応、ね、菊池選手も鈴木誠也選手も、ね、小園選手も帰ってきたんですけどちょっとチームが上がってないんですよ。2対3ですね、えー、西武戦なんですけどもね、えー、3対2ということでね、うんまあ、4回に2点取ったんですけどね、林選手のタイムリー、な、ま、ん、あ、でしょうねあの、鈴木誠也選手とかね、菊池選手がいない間、このきあの林選手がね、古文奮闘してたんですよ。 え、この、なんですかね、え、セ戦で3アンダー。 次の日にこう打つんですけども、この西武戦でね、なんと4安打の固め打ち披露してるんですよ。えー、タイムにもしっかりね、きっちり打ってます。また、次の16日の日の日本ハム戦でもマルチヒット、さらにリーグ再開した日にもね、3安打猛打賞ということでね、あのー、選手がね、こぐ奮闘しているんですよね。これだとちょっとチーム状況が悪いって言われてもしょうがないですよね。 まあ、個人的な話なんですけど、林選手ね、5番どうですかね。5番でちょっと打たせてみるのいいんじゃないですかね。え調子がいいんですよね、林選手ね。まあ、あの、西川選手とかね、坂倉選手をね、5番、6番に据えるのはいいんですけども、この2人って決して調子がいいと言えるんですかね。まあ、僕見た感じだとね、私見た感じだとそこまで調子がいいようには見えないですね。えまあ、打って、 いるのかもしれませんけども、数字上ではあまりそこまで感じないような感じしますね。えー、泥沼の8連敗でございました。はい、えー、続きまして、セブ対広島ということで、やっと勝てましたね。えー、やっと長いトンネルを抜け出しました先発、大瀬良投手、松本投手で始まりましたね。えー、この、まあ、見ていきますとね、打線がやっと取れたかなって感じはします。コー藤の選手のタイムリー。 そして4回、ウグサ選手、セカンドの頃の間に一人ランナーが帰ってきました。そして5回には坂倉選手のタイムリー。そして8回に、えー、ウグサ選手のレフトスタンドに放り込むツーランホームラン。えー、ウグサ選手もね、えー、頑張ってたんですよね。うん、使ってあげないといけません。えー、早選手とね、ウグサ選手ね。うん。そして、は月選手もね、えー、ちょっと菊池選手がいない中、まぁ、あ、く奮闘していた。まあこの方も、まあよく頑張ってたかな、っていう感じはします。 えー、なお、リーグ再開した時にはちょっと使われてないのがちょっと気がかりではありますけども、まあ、使ってあげた方がいいかなって感じはしますね。えー、この3人はですね、まあ、上位に並べた方がいいのかなって感じはします。まあ、小園選手はね、えーまあ、一応打ってはいるのでね、まあ、3番起用のもうなずけるのはうなずけるんですけども、ちょっと5番と6番がね、ちょっとお荷物になってるのがちょっと気がかりですね。 えここに林選手と、ね、宇久佐選手を持ってくるっていうのがね、えー、まあちょっとチーム上がってくるんじゃないかなと思いますはい、えー、日本ハム対広島ですね宇久佐選手ね上がりましたねそして林選手もね上げたんですけども桜倉選手5番もちょっともう一つあれですねこれちょっとチーム状況だとちょっとあまり点が取れないような感じがしますねまあ、この試合ね え、坂倉選手、フォアボール選ぶもノーヒットでした。うん。えー、チームは大敗です。8対1ということでね、後半の6失点がね、まあ、乗っしかかってしまったということでね。えー、ワンボールの選手のね、2本のタイムリー、素晴らしかったですね。そして、えー、石川遼選手、スクイーズも見事でした。そしてね、7回のタイムリー。まあ、7回のね、あの集中打もあって、まあ、チームは、日本ハムは勝利しています。そして、リーグが、 え、再開されます。まずはヤクルト対中日から見ていきますと、神宮です。先発、石川投手と柳投手でしたね。パ・リーグ相手に柳投手はよく頑張ってたんですけどね。えー、残念ながら、あのー、そうはいかなかったって感じですね。ただ、石川、ま則、あの投手は、まあ、ナイスピッチングだったんじゃないでしょうか。えー、前回のソフトバンク戦でね、6回無失点というか、ほぼ完璧なピッチングミスですが、石川投手なんですけども、それに恥じぬ投球でした。6回無失点ということでね。 えー、打線も良かったですね。えー、初回、村上選手のツーランホームランで先制しまっと、6回にオスナ選手のスリーランでこれで勝ち越し。これで、ね、なんと石川投手がね、えー、勝ち投手の権利をもらって、えー、後半ということでね、その後は今の選手、清水選手、マフワ投手とね、7回、8回、9回、中日打線を、ま、圧倒しまして、えー、チームは勝利しています。はい。DNA 対広島ですね。 まあ、序盤でも試合が決まりましたね。6、えー、7対1ということでね。えー、まあ8回にね、ちょっと2点取られてしまって、んとなったんですけども、えー、これはちょっとピあの、広島のね、中継陣にちょっとね、問題があるのかなという感じがします。ただ、あのね、玉、えー、村投手のナイスピッチングでした七7回2失点10奪三振というね、2桁し、奪三振ですよ。まさに玉村投手のね、奪三振ショーがこう行われてたわけなんですけども、 えー、素晴らししいピでしたこれがなんとプロ初勝利ということでね、えー、プロ初勝利だけにロロ7回2失点という、ね、ハイクオリティスタート、まあ、いい、ね、スタート切れたんじゃないでしょうか、まあ、チームの、ね、打線の笑顔もあったんでね、まああのー、根気強く投げ続けられたということでね良、えー、かったんじゃないでしょうか阪神対巨人ですね、はい、巨人はだらしないし失点を、ね、犯してしまいました3回までにも7点ということでね はい。もう、これで、チームは、こう、決着づいてしまいましたね。えー、投げた西投手がね、要所要所を締めるピッチング。まあ、ちょっとね、ピンチを招くシーンもありましたけども、えー、7回1失点というピッチングでした。その後ね、えー、及川選手、岩貞投手とね、繋ぎまして、えー、チームは勝利しております。そして、得点圏梅野選手が帰ってきましたね。えー、2回のこの集中打も素晴らしかった。えー、 佐藤輝明選手が、ね、二塁打で失礼します。ノーアウトでした。えー、サンズ選手の、ねえー、タイムリーツーベース、そして梅野選手のタイムリーツーベース、近本選手のタイムリーツーベースということで、4本のツーベースで、ね、3得点をもぎ取る。なんて効率のいい得点の仕方なんでしょうかね。そして3回には、ねえー、ノーアウト満塁を作りました。吉川選手、あそこね、えー、吉川選手じゃない。違う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 。今、けがで二軍に行ってるんですね。 勝木、えー、選手ですね、勝木選手、あそこよく止めましたね、あれ、止めてなければね、抜けてたんですよ、抜けて、2、えー、塁ランナー、余裕でホーム帰ってきたんですよね、よく防いだかなって感じしたんですけどね、メルセデス選手はね、えー、残念ながらここで降板ということになったんですけども、まあ僕個人的なあれなんですけど、2回で降板してもよかったですね、あの、2回にまあ突如崩れ始めまして、4本のね、2、えー、塁打をこう打たれてしまった、うん、なんでしょうかね、 まあ、打ちやすかったのか何なのかよくわかりませんけど、結構捉えてたイメージがね、えー、あったんで、まあ、3回はね、ちょっと欲張りすぎたんじゃないかなって感じしますね。で、 田中という選手、これはいけませんね。えー、上がってすぐにね、満塁ホームランを打たれるということでね。えー、この試合始まるまではね、なんと防御率が1点台、9.8ということだったんですけどね。えー、メルセデス投手が出したランナーをすべて返すというね、まさに防御率詐欺といったものね過言じゃないかなっていう感じのね、えー、投球してますけどね。えー、防御率、満塁ホームランを打たれたんですけども、自責点は1なんですよ。 2.30、うん、2, 点 2. ということで、防御率だけはいいんですけどね。ビッ、プがね、えー、1を超えちゃってるということでね、1.15ということでね、えー。ケースラッシュ BB が1.22ということでね。まあ、防御率さんにもはだしいと。えー、投げた試合が16登板に対してフォアボールが9個、デッドボールが1つで冒頭2つ。どうなんですかね、これ、あのー、 防御率詐欺もいいところなんだとは思うんですけども、ちょっとね、貢献度があまりにも低すぎるような気がするんですよね。で、まあ、阪神の大井川投手いいんですよね、これね。まあ、あの、初勝利も収めたい、まあ、大井川投手なんですけども、そこからね、伸び伸びとしたピッチングをね、えー、披露し続けてるんじゃないでしょうか。えー、素晴らしいピッチングなんじゃないかなと思いますね。 はい、えー、パーリーグは日本、ロッテ対西部ですね。ここから始まります。高志子ー選手ね、高騰したんですけどね、岩下投手がそれを上回るピッチング、6回無失点7奪三振ということでね、西部打線をね、えー、眠らせちゃいましたね、えー。瞬間レートさせちゃいました。えー、安田選手復調してきてますね、えー。安田選手ね、6番にサードにこう名をら寝てますけども、 えー、安田選手のタイムリー。あそこの場面でこうね、えー、追加点良かったです。じゃ小木野選手もね、まあ、好調なんですよね。 というか、このチームね、上位打線が触れてるんですよ。まあ、大木の選手しっかりなんですけども、大木のマーティー、中村、角中、レアード。まあ、角中、レアード選手のね、副長がでかいんですわな。あのー、この今言った5人のうちね、マーティー選手を除いて、あのー、みんな打率3割超えてます。マーティー選手はね、打率こそは3割超えてませんけども、えー、ホームランがリーグトップということでね、これは立派な成績なんじゃないでしょうか。そして6番に座っている安田選手がね、2本のタイムリーを打ったということで、安田選手がね、上がってきましたね。えー、ここからね、えー 調子を、ね、維持していただければと思います、はいえー。そして阪神と同じく6連勝中、オリックスということで、ね、首位攻防戦ということになっております、山本投手と涌井投手の、ねえー、投げ合いでございました山本投手、6回2失点ということで前回登板が、ね、8回無失点、えー、完全全未遂ということで前回当番とまではいかなかったんですけども6回2失点ということで、まあ、クオリティスタートではまあ,あるのかなとは思うんですけども。 おかい3打2失点でこれ、山本投手的にはまあプチ炎上という感じなんじゃないでしょうかね。えちなみになんですけども、防御率が2.04に対して7勝5敗なんですね。うん。おかしいですね。なんでこの防御率で後敗してるのか、ちょっとね、えー、ムに文句言いたいんですけども、ただここ最近はね、 打ててるんですよね、オリックス打線ね。えー、序盤に5得点ですわね。これではさすがにね、山本投手からね、えー、まあ、点を稼ぐことはできませんよって感じするんですけどね。まあ浅村選手の個人軍だったような気がしますね。そして、杉本選手ね、えー、ライトスタンドに放り込む先制のホームラン、そしてタイムリーツーベースということでね、うん、まあ良かったですね。そして、宗ネ選手またね、打ってくれました。レクセのタイムリーヒットということで、そして、萌谷選手のツーラーも大きかったですね。 ええー、まあ打つべき人が打ってくれたということで、ちょっと吉田正和選手のね、名前が上がってないんですけども、ただ、胸選手、杉本選手、萌谷選手の活躍がありきでね、このね、チームは上がっていくということでね、はい。まああのー、 まあ、周りを固める人がね、いていいなって感じしますね。えー、ちなみに、胸選手はね、2割6分7人、えー。この試合が始まるまでは2割6分7人。ね、この試合はね、2割7分までね、戻してきましたけど、まあ、個人的にメージはね、3割3分ぐらい打っててもおかしくないですね。えー、コケ度が高いような気がします。はい、ということでね、えー、続きまして最後はですね、ソフトバンク対日本ハムですね。 ボークにより1点だけですね。3打1失点ということでね、1得点ということで、えー、打線が沈黙してしまいました。上沢投手9回1失点の完投勝利というころで、素晴らしいピッチングでしたね。あのボークがなければ完封だったんですけどね。まあ、ソフトバンクはいらん1点ですよね。えー、上沢投手のまさかなボークでございました。うん、いらないですね。えー、打線がね、沈黙してしまいました。えー、3打打った人をちょっとね、褒めてあげましょう。 うーん、とは言ってもね、あの、噂は投手の前に手も足も出ませんでしたね。で、日本ハムはね、えー、一発構成でした。えー、浅間選手のホームラン、そして石井選手のホームラン、1番と9番のホームランですね。うん。これだけで勝っちゃいました。って言うとちょっとおかしいんですけどね。えー、でも、ーんー、日本ハム出線もね、言うて打てないんですよね。 あの、控えを見ていてもね、どれもこれも2割台、1割台、0割台のバッターをいるという中でね、これどうするんだって話なんですけどね、普通じゃね、大田選手がね、中田選手がいないのであればね、どっしりと4番に座ってね、えー、20分ぐらいホームラン打ってほしいっていうね、えー、願いはあるんですけども、そんな願いはね、届かないですね。えー、チームのね、トップ打率がね、えー、野村選手だったり、高浜選手だったりね、 えー、若手でいいんでしょうかね。えー、ちなみに野村選手はね、えー、打率3割です。で、高浜選手なんですけども、2割8分6厘。まあ、これがチーム2番目というね、えー、ちょっと悲しき状態です。えー、24歳と20歳が、えー、チームのね、えー、打率のワンツーをなっている、になっている。 どうしようもないんですよね。ちょっと日本ハーム打線もね、ちょっと打ててないのがね、えー、ちょっと気になるところでは、まあ、あるんですけどね、えー、まあ、若手がね、こう打ってくれている、躍動しているっていうところではね、まあ、あれかなとは思います。ということで、最後まで本日もご視聴していただきありがとうございました。次回の動画もぜひご覧いただければと思います。ということで、ご視聴ありがとうございました。